どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめますよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日もモリモリやっていきますよ。本日は G ラボウクレレの、はい、このガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでこの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、ぜひチェックしてみてください。さあこのウクレレたちなんですけど、いよいよ今週末、初めてのポップアップショップ in 仙台が、行われます。7月15、16、17の3日間、ザ・モール、仙台長町の島原楽器店屋さんの一角で開催です。これど全てのラインナップの試奏できますのでお気軽に皆さん触りに来てください。はい、あとこの本がいよいよもうちょっとで出版になります。オレンジ色のソングブック5、ただいま大好評予約受付中で Amazon では予約段階で第1位獲得です。ありがとうございます。この出版を記念した無料誰でも参加できるイベント、この、日程で開催です。7月23日博多、8月8日渋谷の HMV&BOOKS さんで、誰でも参加できるイベント開催、皆さん集まってください。そして今映ってるこの2店舗で、本のご予約をしていただきますと、前の方にある優先席椅子の席に、数は限りがあるんですけど座れるのと、あとガズがサインをしますよというチケットゲットできますんで、ぜひ来てくださいね。で、電話予約もしていただきますんで、遠方の方もぜひ電話予約で、夏旅、ガズ旅、いかがでしょうか？お待ちしてます。概要欄に貼っときます。さあ、今日もレッスン入っていきましょう。今日取り上げたい曲がこの曲、ドン。桑田佳祐さんの明日へのマーチ。この曲はですね、まあ、CM でも流れていたし、もうね、めっちゃいい曲ですよ。伴奏は、やっぱりその、カントリーミュージックっぽい、スタイルがすごいんですけど、歌詞の中にも、忘れがたきふるさととかって、日本のね、田舎もちょっとこう思い出させてくれる、なんかね、希望がありつつも、その、自分のふるさとを思い出しながらも、ああ、大切な人にこう思いを届けみたいな深い、深くてほっこりするメッセージが詰まってるんですよ。全開で弾いていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流、超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。皆さんにも、初心者の皆さんでもすぐできますからね。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはもうやっぱりあのカントリーっぽいリズムですね。ドンタゴンタカドンタ、あのね、かっこいいんですあのリズムが。ちょっとコツがいるんで、その辺も詳しく解説していきます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ今のところで練習してもらって、どんどん音楽楽しんでいきましょう。レッスン入っていきますよ。桑田佳祐さんの明日へのマーチ。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。わ2 1 2 3 4 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 2 1
桑田佳祐さんの名曲、明日へのマーチ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってます。めちゃくちゃいいですよね。この歌詞の世界。これはなんかほっこりする優しさにあふれた愛情あふれたメロディーと歌詞ですね。ぜひ皆さん歌詞しっかり読んでね、曲の世界観をつかんで演奏していきましょう。今のガズレレの簡単バージョンですけども、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けしております。フルコーラスでやりたい方は、まあ一番のコード進行で歌詞が変わる繰り返しなんで、まずはガズレレバージョンで練習していただいて、慣れてきたら自分で1番のコードを書き足して、2番の歌詞をこう書き足していくみたいな感じでフルコーラスできると思うんですけど、まずはガズレレ簡単ショートカットアレンジバージョンで練習スタート。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますので、それに合わせながら、ウクレレに合わせて、動画に合わせて練習していただいて、1個目のゴール設定という人は、今ガズさんの簡単バージョンと一緒に演奏できるようになったらいいと思います。この曲、桑田佳祐さんの曲で、結構歌いやすい方に入ると思うんですね。ぜひね、これ、どんどん歌って、ものにしていきましょう。一緒にできるようになったよ、ガズさんの簡単バンドできるようになったよという方、おめでとうございます。じゃあ、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはめっちゃ大変でしょうから、やっぱり最初は楽譜みたいなものをね見てね、何回も何回も練習しているうちに自分の中にも覚えちゃって、それこそ、田舎に行った時にこの曲をね、山を見ながら川を見ながら海を見ながら弾くみたいなのもね素敵だと思うんですけど、アンプするのはいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今のガズさんの演奏はですね、ガズさんが手書きで書いているこのノート楽譜を見ながらですね、今演奏してみました。もうちょっとしたらドーンとこんな風に写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけれども、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円の、クラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた明日へのマーチを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のね、もうめちゃくちゃありますから、その楽譜のノート楽譜の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あと、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るには、やっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習していただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね、概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半から、スタンド FM というところで、ガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日、めちゃくちゃ役立つ、いい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点、概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。明日へのマーチ、桑田佳祐さんでございます。今日はね、見てもらうと分かるんですけど、これギチギチになっちゃったんで、コード書く場所もなくなっちゃって、こっちへ帰ってるんですけど、まあこれ後で解説していきます。まずこれイントロですけど、はい、ちょっとちっちゃいんです今日。ワンブロックが CC Dm Dm G7 G7、簡単バージョンは F でアレンジしたんですけど、かっこいいバージョンはここ A シャープというね、コードでちょっと展開していこうと思います。で、ここにいろいろ書いてあるじゃないですか。これかっこいいバージョンではここでね、フレーズを弾くことになります。フレーズ1、これが結構かっこよくて面白いんで、後でしっかり見ていてください。簡単バージョンは上の段なんで、こんな風に認識しておいてください。で、下になんか書いてあるのはね、あ、ここ感想もね、今と同じ、これ感想があるんですけど、ここもね、イントロと同じフレーズを弾いていくということで、で、ちょっと見ていくと、コードはね、すごく簡単なんですよ。なんで今日初心者の方にも結構おすすめです。はい、ワンブロックちっちゃいのがポイントですからね。はい、これ今日ちょっとそこが注意ですね。お時間ある方はこうやって写しておくので、まずはこう書いてみてください。イントロから1番ぐらいまで。そして今ね、紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートゲットしてもらうのも今日もすごい有効ですよ。ガズのノートの特徴は、この言葉の上に点がついていたりするじゃないですか。点が、はい、これがリズムが分かるようになってます。ちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、ハ、ドゥ、カナ、ドゥ、青い空、
どこまでも、はい、これでリズムがわかります。あとはカスカードの表記にね、この伸ばすところとか、あのこのブロックに対して位置関係でなんとなくね、言葉のタイミングがわかるかなということで、ヒントが盛りだくさんなんです。なんでガズクラブ入っていただいて、この楽譜ゲットしていただくのも有効だと思います。あ、ここかっこいいバージョンではね、シンプル簡単バージョンではただ止まったんですけど、かっこいいバージョンで決め入れてきますからね。こんな感じでかなり、簡単バージョンとかっこいいバージョンでは間が空いてますよということですけど、はい、ひとまず映しておきます。まずサビの1までかな、こんな感じ。はい、一時停止で書いてください。わかりにくかったら動画のテロップを書いてもらうのもいいかもしれません。はい、じゃあここからですね。ここ B メロということに書いたんですけど、ちょっとね、構成がね、また A メロに戻るみたいな感じなんですね。はい、一応こんな感じで書いてます。またじゃあサビから、まあこんな流れでいこうかな。一時停止で。はい、いいですかね。じゃあここが間奏なんですけど、この間奏はさっき言ったイントロと一緒ですからね。はい、これも後でちょっとこの辺フレーズが入って解説していきますけど。で、本来だとね、この間奏が終わったと、まあ2番に行って、2番のサビなんですけど、ガズレレの簡単アレンジバージョンでここからもう2番のサビをやっちゃって、それでまあエンディングに行くというか終わるという流れになっております。はい、じゃあちょっとここ最後のところ、ちょっとここすごい、ね、狭くなって、もう書き切れ、1枚で書き切れるかなと思ったらもうね、ギリギリセーフというか、もう半分ここちっちゃくなっちゃってるんですけど、すいません、書いといてください。はい、 OK かな。よし、で今日出てくるコードちょっとこっちになっちゃった。今日はね、言っていきます。赤く囲ってるのがかっこいいバージョン。今出てきたのはね、このね、コード6個だけですよ。 C と Am と F と Dm G7 と Em7 のこの6個のコードで、この明日へのマーチを弾けました。はい。今映ってるこの CAm, FDm, G7, Em7 は超簡単コードのグループ。これね、簡単ですから、これです。ガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めた初心者の方に最初に覚えてもらいたい入門コード10個のコードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにドンと覚えようとするともうごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、面白く楽しくこのガズレレ必須コード10個のコードを覚えちゃってください。はい、そしたらここからね、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンではね、このリズムのノリがすごくね、いいんですよ。なんで、それをやるときに歌をですね、すごいやっぱりしっかりこう頭に入ってないと、アクセントが後ろに行くリズムなんですね。なんでね、歌がちょっとね、歌いづらくなる可能性があると。後ろにアクセントがあるリズムっていうのはちょっとそうなるんで、簡単バージョンでしっかり歌を歌えるようになっておいてください。何回も練習して。でも覚えやすい歌だと思うんですよね。あと歌詞の風景が思い浮かぶんで、結構歌詞もね、覚えやすいかなという感じがします。小説っぽくこう展開していくんでね。はい。そんな感じでしっかり歌をグッとキャッチして、かっこいいバージョンの解説入っていくぜ。かっこいいバージョンではコード1個だけ追加。A シャープです。A シャープ、を解説すると、押さえる場所、こことこことこことここの4つ。押さえる場所、押さえ方としては、こうやって押さえてちょいちょいとやるとか、人差し指で1フレット全部ギュッと押さえてちょいちょいとやるとか、いろいろあって、これ A シャープはね、ちょっと初心者の方ね、押さえるコツがいるんで、A シャープだけを徹底的に解説して、動画で解説している動画を撮ってます。概要欄に貼っておくんで、A シャープの、解説とかじっくり見て、ちょっと苦手だなという方はそこで研究してみてください。そこで解決すると思います。さあ、そして今日出てくるリズムなんですけど、今日のリズムはね、すごいいいリズム。さっきも言ったけど、カントリーミュージックっぽいんですよ。すごいアメリカので、あのアルペジオで弾くのもいいかなと思ったんだけど、まあまあちょっとね、もうちょっとそれよりイージーな8ビートを使ったリズムなんですけど、今日はこれです。8ビートプラスルンルンビート。このルンルンビートっていうのがまたポイントでございまして、まあガズレレならではの呼び方なんですけど、ひとまずこの今8ビートとルンルンビートの弾き方解説動画概要欄に貼ってありますんで、これはね、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL をクリックしてもらうと、そこの先にですね、めちゃくちゃ濃厚解説してるレッスン動画がアップロードされておりますが、このミックスなんですね、今日は。なんで今日はちょっと特別編です。ちょっとそのリズムどんな感じかやってみましょう。 C で1、2、1、2、3、4、リズム跳ねてるんですよ。わかる？普通の8ビートってこうですよね。1,2,3,4 でしょ。これシャッフルのリズムなんで、リズムがチャック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 ってめちゃくちゃ跳ねてる。跳ねてるだけじゃなくて、跳ねてる上に後ろにアクセントが来るんですね。ちょっと聞いててください。ドンタトンとタトンタトンとタ。わかった？強弱がこれ大事なんですよ。ドンタトンとタントンタトンとタン。
ゆっくりやるとこんなリズムです。ちょっとこのゆっくりで練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。強弱つけてくださいよ。弱いところはより弱く、強いところはウクレレ100以上は出ないですからね。弱いところを弱くして強弱をつけていく。でこれが元なんですけど、これがもうちょっとスピードアップする感じで、こういうリズムですよ。これ8ビートプラスルンルンビート、いいでしょ。これねカントリーミュージックっぽくなるんですけど、アクセントがトゥンパトゥンスッパントゥンパ、これで今日は行こうと思います。でこれ迷ったんですけど、あのアルペジオでもすごくかっこいいんですよ。ルカナウ青い空だけど、ちょっとで勢いが足りないかなと思って、今回はこのズンダドンドダンでこれ8ビートっぽくやろうと思うんですけど、もし2人でやる場合は1人はアルペジオ、跳ねたアルペジオで、1人はこの8ビートプラスルンルンビートっていうのもね、アンサンブルすごいいいかなと思って、ちょっとこれかなり演奏としたカントリーミュージックの要素が強くてですね、かっこいいっていうか、その独特のリズムで、さっきも言ったんですけど、このリズムを弾きながら歌うのはアクセントいつもみんな頭できっと取ってると思うんで、頭っていうかね、中でその独特のこのドゥンダドゥンドゥダンドゥンダ、このアクセントの中で歌うのはちょっと練習必要だと思うんですね。でも歌えるようになるとめちゃめちゃ気持ちがいいんですよね。後ろにアクセントが起きると、ハルカナル青い空気持ちいいでしょ。このツンタドンツタンツ、もう本当なんかもうなんていうのかな、アメリカンですよね。アメリカのこうカウボーイがなんかこうイエーイみたいな、そんな感じのイメージですね。カントリーミュージックっていうのはアメリカのね、真ん中の方ではものすごい今も超ポピュラーですから、ね、その雰囲気はすごい出てるなと。でも歌詞は日本のカントリー、つまり田舎のことをこう言っているという、この辺のね、なんか桑田さんのこう雰囲気が素晴らしいなと思いました。本当にね、いい感じ。まあこの田舎っぽさっていうか、カントリーミュージックっぽさもすごい大事な要素になると思います。今日は8ビートルンルンビートでずっと最初から最後まで行こうと思うんですけど、でもね、今日一番ポイントになるのは、キメがちょっと入るっていうのと、イントロのフレーズ、ちょっとここにはこだわってみました。まずちょっと、具体的に説明していきます。どんなフレーズか最初弾いてみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです、今のフレーズ。でん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 をちょっとね、指一本ずつで再現してるんですよ。まず最初 C の時は、はい、 C を弾いたまんま3弦の2フレットです。これを1回入れるだけ。せーの3、はい、ドンドダンドダンダンダンダカダン、分かった、ダンダドンドドンダンダンダカダン。はい、で Dm の時は見て、 Dm の人差し指を1回離すだけなんですよ。でんでんでんでダーダンダダンダダン、はい、ちょっと C からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。でんでダンダダンダンダンダ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 ダン、 OK。 で G7 の時は G7 押さえたまんま3弦の2フレットを途中1回離すだけです。はい、ってなります。なのでね、このフレーズだけを単音で再現してみますと、ワン、ツー、スリー、フォー、はい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 、こんな感じですね。これをコードを押さえながらこの今のフレーズを弾いていくわけです。ちょっとゆっくり練習しましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。でんで、ニー、ニー、ゼロ、ゼロ、ゼロ、一、一、一、ゼロ、一、一、一、ニー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 、ゼロ、ニー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 、です。もう一回。でんで、でんで、ドー、ダンダダン。ドーっていうのは2を押さえたんですよ。C を押さえといて、ダンダダン。3弦の2を押さえて、ほんで、ここで離す人差し指。で、G7 でここでも離す。これでフレーズが完成です。ちょっと僕の手よく見ててね。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。これでフレーズ完成ですからね。で、この後 A シャープになりますから、コード。A シャープちょっと押さえづらいからね、ここら辺も、キーポイントのところでございます。そしてあとこの曲で一番大事になるのはですね、サビの前のキメが入ります。A メロの後半からやってみましょう。希望を胸に歩いてた、ワン、ツー、スリー、希望を胸に歩いてた、あの夏の曲、思えば今の C で一回止まる、だって止めといて C を押さえたまんま2弦の0、1、3です。いきますか。あの夏
ろ止まるよ。かっこいいでしょ。あの夏の頃止まって013、今2弦です。013 C 押さえたまま、1弦の3フレット押さえたままですからね。ここで C で一瞬止めるときにやっぱカッティングが出てくるか、左手で音止めるわけですね。こうやって一瞬止めるのにカッティングはやっぱちょっと必要かもしれませんね。なんでカッティングの練習もしといた方がいいかもしれない。今のカッティングっていうのはパッと左手で音止めるんですよね。これが結構ねすごいあの高度なまあ技なんですけど、今あのさっきのリズムいろいろというね概要欄に貼ってるところにカッティングのやり方もかあの練習方法もね動画で公開してるんで、ちょっとやってみてください。ここがちょっと今日かっこいいところかなというふうに思います。あとはねこのルンルンビートと8ビートが混ざったこのドンダドンスドダドンダドン、このリズムをキープする、これ難しいですよ。速くなっちゃいますから、これは、どん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 前のめりになっちゃうリズムで、そこがかっこいいんですけど、前のめりはいいけど速くなりすぎちゃうとね、もうどん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 速くなっちゃって、もうね暴走特急みたいになっちゃいますからね。あの ある程度こう溜めながら、この感じをずっとキープしていくのが結構難しいかなと。でやっぱさっきも言いましたけど、このリズムをあの弾きながら歌を歌う、慣れると気持ちいいけど、最初ちょっとねコツがいるかもしれないで、体揺らしてやっぱりビートに乗っていく、歌も同じようにビートに乗せないとちょっとこれは、ね、しっかりこう歯車噛み合わないと思うんで、そこら辺がめっちゃ面白いところですから。でも難しいというよりはもう慣れですからね、これは。はい、ちょっとじっくり時間かけてやってみるのがいいと思います。そしてこの歌詞の世界観も何回も言いますけど、ね、いい歌詞ですよね。やっぱふるさと大事だなとか、なんか自然に囲まれているのはいいねとか、なんかそんなことも思い出させてくれるしね、なんか、豊かな世界をこう絵に描きながら歌うのが素晴らしいかなと思います。さあやっていきましょう。桑田佳祐さんの明日への街ガズレレレかっこいいバージョンやってみる。 1,2,1,2,3,4。 I look out now さん、明日へのマッチガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。この曲はねこのリズムがやっぱりね、もうドン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 、これがなんかこう勢いもあるし元気が出るしハッピーな感じでワクワクする感じ、これこのリズムでこの歌詞とか、まあ気持ちがいい。ちょっと気持ちよくなるまでではね時間かかるかもしれないけど、ぜひこう掴み取ってもらいたい、このリズム感というかこのカントリーっぽい感じ、ちょっとね
練習していきましょう。さあ、さっきもね、冒頭にもお伝えしましたけど、いつも使っているこの G ラボのウクレレたちのね、ポップアップショップ初めて東北地方で初開催、仙台です。仙台で G ラボポップアップ開催です。全てのモデルの、試奏ができますんで、買わなくてもいいんで、ぜひ、ご覧に来てください。よろしくお願いします。概要欄に貼っておきます。はい、オレンジ色の本が予約受付中、大好評です。皆さんご予約お願いします。そしてこれに、まつわる発売出版記念無料イベント開催、7月23日博多、8月8日渋谷の HMV&BOOKS さんで誰でも参加できる無料イベント開催です。でもこの今映ってる渋谷と博多の HMV さんで、本の 新刊の本の予約をしていただいた方はですね、優先的にイベントの前にある椅子の席に、数は限りがありますけど座っていただけるのと、あとガズが本にサインをしますよという券がねゲットできますんで、ぜひ皆さんご予約、この2店舗でご予約いただくのをねお願いします。電話予約もできますから、夏旅に日本中からその博多と渋谷に来るのいかがでしょうか。でもね、今のところ7月23日はセッションする課題曲も決まってます。こんな曲になってますけれども、この曲をオレンジ色の本に入ってるこの曲を見ながらボリモリセッションしていきましょう。さあ、めちゃくちゃ楽しみ。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。